ジェシカ・デューベは、カナダ・ケベック州ドラモンビル出身の女性元、フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピックペアカナダ代表。パートナーは、セバスチャン・ウォルフ、ブライス・デイビソン、サミュエル・テトロー。ケベック州のドラモンビルに生まれ、4歳でスケートを、始めた。やがて、サミュエル・テトローとペアを組み、 JGP ブラウネンジュベルター坂月並びにカナダ選手権ジュニアクラスで優勝を果たすまでに躍進したが2003年にペア解消直後にブライスデイビソンと新たにペアを結成したペアで活躍を続けた一方で女子シングルも掛け持ちし ISU ジュニアグランプリで2度の表彰台歴がある2004年2005年世界ジュニアフィギュアスケート選手権ペアで2位 2006年トリノオリンピックペアに出場し10位となる。2007年カナダ選手権ペア優勝。2007年4大陸選手権では、ソロスピンでブライス・デイビソンのブレードが顔に当たるアクシデントがあり、危険。2007から2008シーズン、スケートアメリカで優勝し、スケートカナダでは2位となった。3戦目の NHK 杯は3位。初出場のグランプリファイナルでは、 フリースケーティングの自己最高得点を更新し4位となった。2008年カナダ選手権には女子シングルとペアの2つにエントリーし、女子シングルでは6位に終わったもののペアでは2位となった。3度目の出場となった世界選手権ではミスを最小限に止めた演技でショートプログラム4位から順位を1つ上げ、自身初めての世界選手権のメダルを獲得した。 2008から2009シーズン、スケートカナダで2位、NHK 杯で3位となり、グランプリファイナルに進出することはできなかったものの2009年、カナダ選手権では2度目の優勝を果たした。世界選手権では7位に終わり、バンクーバーオリンピックの最大出場枠を確保することはできなかった。地元、カナダで行われたバンクーバーオリンピックでは、ジャンプの調子が上がらないものの、 6位に入賞した。2010から2011シーズンのすべての試合をデイビソンの怪我の治療のために欠場すると発表した。また、国内選手権の女子シングルの部門に出場する計画があることも発表した。2011年3月にデイビソンとのペア解消を発表した。2011年4月17日、セバスチャン・ウォルフとのペア結成を発表。その後、 ISU グランプリシリーズに参戦。カナダ選手権では2位に入り、4大陸選手権及び世界選手権の代表に選出された。2013年1月9日、競技生活からの引退を発表。引退前は右足の南部組織の痛みに悩まされており、ジャンプの着氷では深刻な痛みを伴っていたことを語っている。引退後は、 コンコルディア大学での勉強と講治業を予定している。詳細詳細 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.olympic.sa スラッシュ en スラッシュ athletes スラッシュ jessica-dube スラッシュコメンツフロムズベ、デビソン・オン・スプリット、ハット・ジェシカ・ダブ・セバニーッシュ・ウンルーボー・パーテイネア、セバスティアン・ウルフ・ハット・ジェシカ・ダブ・アンド、 セバスティアンウルフリタイヤフロムコンペティティブフィギュアスケーティングありがとうございます。